はい、8月7日、午前中です。今日は私のお家のお墓の掃除に来ました。先日買ったケルヒャーでですね、どういう風になるか見てみます。でかいんですよ。 2.5 メートルぐらいあるので、普段やるとですね、2時間3時間かかるんです。これいいですね。落ちますね。こんな感じでずっと進めていきたいと思います。ここの水垢とか分かりますかね。ここですね。この水垢とかはどうなるか。あっという間に落ちました。ちょっとやっていきます。はい、こうやってですね、とりあえずゴミを落としていこうと思います。汚れを落とします。はい、ケルヒャーによる、お墓掃除が終わりました。時間的にですね、1時間ぐらいで終わったのでかなり早いですね。で、どうなんですかね、普段なかなかこう落ちなかったようなところとかですね、こういった木とかはですね、この木はもうどうしようもない木なんですけど、落ちてるですね、落ちてます。よその墓と比べると、一目瞭然ですね。こういう感じですもんね。ケルヒャーお墓掃除使えますね。かなりいい感じです。もう一回汚し、磨き残しが少しあったみたいなので、この辺りはちょっとまたやってはみます。しかしですよ、非常に満足ですね。はい、以上です。気持ちいいです。